すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、ちょっといまいち天気も優れず蒸し暑い日が続く中こちら来ちゃいました。ドン。東急東横線白楽駅から徒歩7分ぐらいのところにありますパットンさんにお邪魔してます。お店ですするのは久しぶりな気がする。二郎系ですね。その名の通り豚が突出したね。二郎系ラーメンすすれるってことで早速豚感じていきましょう。レッツゴー。さあファットンさん、カラフルな食券セです。今回すするはラーメン並盛りに特製トッピング生卵をチョイスさせていただきます。ボールは食券ダスト規制のようでしたが見逃してました。顔面マッサージ本自費出版しようかなと考えて待ってると、来ました。こちらがファットンさんのラーメン並盛り特製トッピングと生卵です。いやー、豚のバーゲンセールかと思ってしまうほど豚がドカッと盛られてますね。野菜はキャベツのみというのもすするにはありがたい限りですよ。麺もスープも確認できないのでまずはいただきます。それじゃあ早速このワイルドな見た目の熱い豚からいただいちゃいましょう。わお、肉質がしっかりしていてそれでいて柔らかく、こりゃ肉食ってんなって感じですよ。脂もたっぷりでかなりの食べ応え。そしてその豚をつまみにキャベツを食らうとこれがまたうまい。キャベツの甘みと動物の脂の甘みが息の合ったナイスコンビネーション。さあ続いて麺の登場です。トッピングの下にこんなに隠れてたんですね。こちらもボリューミー。ではこの平打ち麺をそいすする。ファットファッターファッテスト。少し固めに茹でられた噛み応えのある麺は豊かな小麦の香りが広がります。そしてほのかな醤油味より豚だしが強く感じられるスープはあっさりライトですがこれがかなり効果的。すするのお蔵入り。町民を騙して飲む酒はうまいな。デレデーン、デレッテ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 レレーン。いろんな意味で青森県とコラボってことでちょっとリンゴジュースで乾杯いったと思います。乾杯。明日のすする TV はこちら。では次はあらかじめ溶かれた生卵たちにくぐらせますと、太麺なので卵ともよく絡みますね。さあよく絡んだところでスースってみると、はいはい、ナイスエッグ。風味の層がさらに厚くなり気持ちのいいすすり心地。さあまた麺すすって、加水率低めの麺がスープをよく吸ってガンガンすすっていきますよ。でもなかなかのパワー系二郎インスパイアだな。かなりの食べ応えです。そしてここでエッジボールをいただくと一目瞭然、ちょいトロの味玉でした。ちょいトロ食らった後のスープはまた格別なんですよね。さあもう完食なんじゃないか、完食だろそう思われている皆さん残念、ラストチャーシュータイム。というわけでノーカットでご覧ください。さあこのゴロッとでかい豚は強敵ですが豪快に食らう。おお、我々の勝利だ。というわけで完食、本日も大変美味しくすれました。パワー系の二郎インスパイアで食べ応えがありシンプルに二郎系のうまさが楽しめる一杯でした。それではごっつれ。はい、ごちそうさまでした。いやファットンさんに行ってきたんですけれども、いやもうすんごい豚でしたね。まあ量もさることながら肉質しっかり系なのにかなり柔らかくて、しかも味もしっかり占めしてクオリティ高めの豚でしたね。スープにもかなり豚のエッセンスが感じられましたね。醤油はちょっと弱めですけど、まあ食べやすくて良かったですね。いやごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、ファットンさん、チャーシューの行列や。はい。